羽生選手の今後の挑戦を具体的に教えていただけますかまあ今後は4回転アクセルを目指してやっていきたいとは思っているんですけれども、まあ、今、現状としてはその足首がどうなっていくかということが一番大事だと思っているのであの一つ一つクリアしながら後々できるようにしたいなと思っていますそして同じ年齢で世界で活躍する大谷選手についても聞いてみましたよやっぱり僕もこの世代に生まれてよかったなって思うし僕自身もやっぱり。 これからもっともっと頑張んなきゃいけないなって僕は大谷三世代だと思ってます。<laughs>